SCP-3126。不動の女神像。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-3126 はサイト19の標準人型生物収容チャンバーに収容され、大半のハードドライブに内蔵されているものも含めて、強力な磁石と接触させることは実験中を除いて認められません。また、SCP-3126 は鉄過剰症の治療のため、毎日デフェロキサミンの注射を必要とします。追記。最近の自殺未遂に鑑みて、SCP-3126 はあらゆる実験の後に精神鑑定を受ける必要があり、加えて毎週定期の精神鑑定と抗うつ薬の摂取を義務付けられます。また、サイトの心理学者の助言に従って、SCP-3126 は毎週1回、芸術療法目的の絵画用品の使用を許可されます。説明。SCP-3126 はアフリカ系アメリカ人の女性で、肉体的には23歳、身長185センチメートル、体重88キログラムです。慢性的な鉄過剰症による関節痛、脱毛、抑うつ症状を患っており、今後10年以内に肝不全を発症する可能性があると推定されています。SCP-3126 の異常性は1テスラ以上の磁界に暴露すると発言します。十分に強い磁力にさらされた時、SCP-3126 の皮膚は鋳鉄に変化したような様相を呈し、その効果は磁石が作用範囲内にある限り、皮膚全体へと広がっていきます。さらに、影響部位の筋肉や関節は全ての可動性を喪失するため、結果として SCP-3126 は1分以内に完全に身動きできなくなります。この効果は、金属の表面に塩分濃度の高い水をかけると逆転させることができます。この場合、鉄製の体表面は数分で錆びて崩れ、その下にある人間の皮膚が露出します。変異逆転後の SCP-3126 は鉄過剰症の症状を示さず、不動期間が2時間を超えると一時的に鉄分不足の症状を示します。この過程は SCP-3126 に苦痛や負傷をもたらさず、不動期間中は全ての生物学的プロセスが停止するため、SCP-3126 は無期限にこの状態を維持できます。しかしながら、SCP-3126 は不動の間も意識があると報告しており、長期的な不動化が精神状態を悪化させうるため、研究者は SCP-3126 を不動のまま長時間放置しないように通達されています。SCP-3126 は2010年、指が金属でできた臨時労働者の女性が、カリフォルニア州ロサンゼルスの、で自動車にはねられかけ、軽傷で入院したという報告をもとに、SCP 財団の交流課に置かれました。病院に潜入していたフィールドエージェントが彼女の異常性を確認し、別な施設への移送を装った回収措置を手配しました。その後の調査によって、SCP-3126 は1990年にボストンで失踪した当時21歳のグロリアと結びつけられました。インタビュー記録1。復帰。このインタビューは SCP-3126 の到着から48時間以内に行われた。対象は依然として交通事故による負傷の治療を受けていたため、強い鎮痛剤の影響下にあった。こんにちは、メリウェザー博士という者です。あなたの体調に関していくつかお聞きしてもよろしいでしょうか？この場所、何？別な病院からの移送が少々慌ただしかったのは理解していますが、できるだけ早くあなたが落ち着ける環境を整えます。説明の時間は後ほども受けましょう。ちょっと待って。あの番に書いてあったロゴ。スペリオル、ケア&プロテクションだったわね。SCP-3126 は警戒を強める様子を示す。あなたたちスキッパーね。作り話だと思ってた。噂は本当だったの？何でもかんでもコード番号で管理してるって事実？ヒサメを盗んだのってあなたたちなの？失
問はそこまで。少々お待ちください。終了報告書。メリウェザー博士は、会話を続ける前に追加の職員を立ち会わせることを要請した。SCP-3126 は財団に関する正確な情報をほとんど持たないことが確認されたが、SCP をはじめとする多数の芸術関連の SCP と緩く結びついていた。インタビュー記録に、この異常性を得た経緯を教えていただけますか？元カノのベラミーのせいよ。付き合い始めて3ヶ月経った頃、あの子は人間の本性を暴く肖像画を描けるって言い張る男の個展を見に行ったの。そのうち気がついたら、ベラミーは異様とか宣言とかの話ばかりするようになって、なんかバカバカしい展覧会のためにフランスに渡る旅費を貯めようとしてた。しかも、私を言いくるめてしばらくそれに関わらせたのよ。クールであることに取り憑かれたようになって。なるほど。そのアーティストたちから、スキップ、という用語を学んだのですか。SCP-3126? 当時はいろいろな話を耳にした。アトリエを詮索する X ファイル系の政府の回し者。アーティストを誘拐して洗脳する蛇のカルト。人のコレクションを焼き捨てる民兵組織のエージェント。あなたたちの話もたくさんあったわよ。もっとも、みんなはあなたたちがどっかのイカれた美術収集家の手先か、さもなきゃ変な数秘術教団だと思ってたけどね。誰もが話半分に聞いてたけれど、法律の外側で動いてる時は、自分の身を守るために情報共有しなきゃいけない。興味深いですね。おそらくすでに古い情報でしょうが、グリーンはきっとあなたの話を聞きたがるはずです。では、異常性は？ベラミーの最初の本格的なプロジェクト。火星の一触れ、って呼ばれる自作系の儀式があるって聞いて、完璧だと思ったらしいわ。曖昧な線とか不気味の谷がどうのこうのって小生意気なごたく並べてたっけ。優しい彼女だった私は、具体的にどういう儀式か聞こうとも考えずに志願した。変身するには古代のお守りを使うはずだったのよ。でも、その気があろうとなかろうと、強い磁石なら何でも効果があるってのが分かった。当時はプログラマーだったけど、今コンピュータに近づいたらまた15年間動けなくなると思う。ふむ。では、どのようにしてプログラマーから臨時労働者に？もうどこでも働けなくなったから、私はベラミーの個人的な彫像になったわ。あの子は私を固めては展覧会に貸し出して、毎回別な彫像に見せかけてた。ふざけた話だったけど、収入は良かったし、ベラミーは、一触れ、の効果を打ち消す方法をきっと見つけるって約束した。でも数週間が数ヶ月になって、私は彫像になるのに嫌気がさし始めた。何時間も周りを見ながら考えることしかできない。最終的に、これ以上続けられないってベラミーに伝えた。やめないと頭がおかしくなりそうだってね。ベラミーは結局、最後にもう一回だけって私を説得した。自分が他の変人アーティストたちと並んでステージに上がる展覧会に私を連れて行った。私にポーズを取らせて、磁石で固めて、何時間も新しい友達とおしゃべりした。そして展覧会が終わった時、あいつらが何をしたかわかる？あの子。私を売ったのよ。オークションの最高額入札者に。私は15年間、ハリウッドの金持ち野郎の屋敷に閉じ込められた。もしあの男が私をヨットに積もうとするほどの間抜けじゃなかったら、今でもそこで心が錆びていくのを感じていたでしょうね。しかも、それから私はどうしていいかわからなかった。持ち物なし、知識は世間より15年遅れ、知っているものは何もかも国の反対側。だから私はただ、存在しただけ。ここにたどり着くまで、自分にできることを探し求めてた。そうでしたか。ありがとうございます、SCP-3126。よくわかりました。
終了報告書。後日、SCP-3126 の最高額入札者が映画監督のドン・ハーディングであると特定されました。SCP-3126 について聞かれたとき、ハーディングは対象の異常性についていかなる知識も示さず、オークションについても、忘れたって困らないようなことだった、という理由で全く有用な情報を提供できませんでした。インタビュー記録3。吹き。SCP-3126 を6時間不動化する試験セッションの後、SCP-3126 は研究員のペンを奪い取り、自らの喉を突き刺そうと試みた。以下はその後間もなく記録されたものであり、当時 SCP-3126 は鎮静剤の影響を受けていた。もうアートになんかなりたくない。昔は楽しかったのよ。あのね、こう、一緒になって世界を変えて、お高く止まったクソどもにお前らがどんなに間違ってるかってのを見せつけてやれたの。つまり、彫像ってのは何？どうして私が彫像になったらいけないの？その思いつきだけでも、こんなひどい目に遭うだけの価値はありそうに思えた。でも結局、すべては言葉にしなきゃ伝わらない。何も言えなければ彫像なんてのはただ綺麗なだけの置物。だからあの子は私を捨てたんじゃないかしら。私はあの子にとって退屈すぎた。それか、儀式が私の人生を破滅させるのは初めからわかってたけど、アートのためだから気にならなかったのかもね。私はクールになりたかっただけなのに。